アクタンゼロ、アクタンゼロ、あるいは、コガノゼロ、アリューシャンゼロ、とも呼ばれるは、第二次世界大戦中に、アラスカ巡州アリューシャン列島のアクタン島に不時期した、三菱零式艦上戦闘機1型、製造番号4593の、アメリカ軍における故障。1942年7月にほとんど無傷のまま、アメリカ軍に回収され、 大戦中アメリカ軍が露獲した初めての冷戦となった。回収後、機体は修理され、アメリカ軍テストパイロットによってテスト飛行が行われた。結果、アメリカ軍は大戦を通して大日本帝国海軍の主力戦闘機であった冷戦に対抗する戦術を研究する子ができた。アクタンゼロはアメリカにとって最も価値あるといって良い露客物であり、おそらく 太平洋戦争における最高の露覚物の一つと言われた。日本の元軍人、自衛官であり、歴史家の奥宮正武は、悪ンゼロの露覚は、日本にとって、ミッドウェー海戦の敗北に劣らないほど深刻であり、最終的な降伏を早めることに、多大な影響を及ぼしたと述べた。その一方で、ジョン・ランド・ストームなどは、伝説の戦闘機に打ち勝つための戦術を、 考案するには、コ賀のゼロの分析が必要だったという主張に疑問を呈している。悪ンゼロは1945年に訓練中の事故により失われた。その破片はいくつかのアメリカの博物館に保管されている。1939年に初飛行した冷戦は非常に機動性に優れた軽戦闘機であり、その格闘性能及び後続性能は 当時世界のあらゆる戦闘機よりも優れていた。しかし、軽量化のために防御力、対弾性を犠牲にし、防弾鋼板や防炉式燃料タンクを備えていなかった。アメリカ人作家チムリアデンによれば、冷戦は、おそらく第二次世界大戦において、被弾させれば、最も撃墜しやすい戦闘機だった。日本は、 アメリカ軍戦闘機の質の向上と数の増加に立ち向かうために必要なだけの数のより改良された戦闘機を製造する準備をしていなかったか、あるいはそれができなかった。結果、冷戦は対戦を通して日本海軍の主力戦闘機であり続けた。1940年、フライングタイガースの指揮官、クレアリーシェンノートは冷戦の性能についてのレポートを提出したが、 アメリカ戦争省の分析官はそれを身に馬鹿げているとして認めず、空気力学的に不可能であるとの結論を下した。戦争初期、冷戦は交戦した、あらゆる敵機より勝っており、アメリカのエースパイロットオイリアム・エヌ・レオナードによれば、これら初期の交戦から、そして我々自身が冷戦とドッグファイとすることの愚かさを教えられた。真珠湾攻撃において9機の冷戦が撃墜された。 これらの残骸から連合軍は冷戦が防弾鋼板や防老式燃料タンクを装備していないことが分かったが、これが長距離飛行をするために特別に軽量化された結果なのか、それともこれが標準的なものなのか分からず、またその他にはほとんど何も知ることができず、冷戦のそれと戦うための戦術や機器を考案するために重要な飛行性能の特性は謎ままだった。 アクタンゼロの回収以前、連合軍は他で墜落した3機の冷戦から技術情報を入手する機会があった。1機目、製造番号5349、豊島はじめ一飛兵登場は、ポートダーウィン空襲の後メルビル島に墜落した。機体は激しく損傷し、豊島は太平洋戦争において、オーストラリアが初めて捕獲した戦争捕虜となった。2機目は、 前田義光三悲壮が登場し、ニューギニアのロドニー岬付近で墜落した。機体の回収チームが派遣されたが、翼を切り離す時に誤って、四桁を切断してしまい、飛行不能となった。三期目は、中華民国から来た。新ノートの下にいたゲルハルト・ノイマンは冷戦を、稼働可能な状態に復元することができた。ノイマンは、中華民国領内に着陸し、一部は、 無傷なままの露殻された冷戦、製造番号3372に回収された他の冷戦の部品を使用して修理を行った。しかし、当時は連合国が日本軍に対して劣勢であり、アメリカへの輸送に長い時間を要したため、アメリカに到着したのは悪ンゼロがテストのためにアメリカに到着した後のことだった。1942年6月、 ミッドウェイ海戦に連動して、日本はアラスカ南方沖のアリューシャン列島を攻撃した。角田各自少将式の攻撃部隊は、6月3日及び、その翌日の2回に渡りウナラスカ島のダフハーバーを爆撃した。小賀忠義一飛姫は、6月4日の攻撃隊の一員として、空母流城から発艦した。編隊は1番機が遠藤誠長2番機が 小ガ、3番機が鹿田都をに飛走。小ガと両機はダッチハーバーを攻撃し、アメリカ軍の飛行艇 PB-5A カタリナ、パイロットはバドミッチェルを撃墜、生存者を機銃装射した。この最中に小機は損傷を受けた。1984年に発表された従軍機において仕方のは、小機の損傷は彼の隊が湾に経留されていた。 プビーを攻撃した際に被弾したものだと主張した。この説明では、ミッチェルのプビー撃墜に関して何も言及されていないが、日米双方のこの日はにはプビーはいなかったという記録と彼の主張とは矛盾しており、一方で、その前日、6月3日のダッチハーバーへの攻撃に関するアメリカ側の記録とは一致している。リアデンはその出来事から半世紀近く経っているので、 カタノの記憶が6月3日と4日の攻撃を混同した可能性が高いと思われる。彼へのインタビューにおいて、彼らがミッチェルのプリーを撃墜し、その5回目を奏者したことに触れないよう、都合のいいことだけを覚えている、可能性もあるかもしれないと述べている。何人もが小顔打ち、墜落させたのは自分だと主張しているが、それが本当は誰なのかは分かっていない。 証拠写真が強く示唆しているのは、彼は地上放火により被弾したということである。機体の調査で、それは髪型及び下方からの消火器によるもので、50口径かそれ以下の弾痕が確認された。致命弾は潤滑油系統を切断し、機体から間もなく油が漏れ出した。小川できるだけエンジンの停止を防ぐため速度を落とした。主客は水とぬかるみにはまり、 そのため機体はひっくり返り、滑りながら停止した。この着陸で機体はほとんど無傷のままだったが、小川はおそらく衝撃で首の骨を折ったか頭を強打して絞った。上空を旋回していた両機は敵地に着地した冷戦はこれをすべて破壊すべしという命令を受けていたが、彼らには小川がまだ機内で生存しているかどうかわからず、彼ら自身で小川機を射撃。 破壊することができなかった。最終的に彼らは機体の破壊をせずに帰投することを決めた。搭乗員救出のために悪ン島沖に配置されていた潜水艦はアメリカ軍駆逐艦ウィリアムソンに追い払われるまで小顔を探し続けた。墜落現場は通常の飛行路の視野外であり、海上からも見えなかったため、1ヶ月以上気づかれず、そのままになっていた。 7月10日、アメリカ軍、ウィリアム・ティース中尉が操縦するプビー・カタリナその残骸を発見した。ティースのカタリナは、推測広報による、昇海中にキーを失ってしまった。彼は、シュマージン諸島を把握し、機種の向きを変え、悪丹上空を通過し、ダッチハーバーに直行ルコースを取って戻り始めたが、その途上で機長のアルバート・ナックが、小垣の残骸を発見した。 ティースの木は墜落現場上空を旋回し、地図上の位置を確認して、報告のためダッチハーバーへ返した。ティースは彼の指揮官であるポール・フォーリーに対し、回収チームと共に現地へ向かわせてくれるよう説得した。翌日、チームは残骸を見分するために離陸した。海軍カメラマン助手のアーサー・ W ・バウマンが彼らの作業を撮影した。現地に到着すると、 小賀の遺体はチームで一番小柄だったナックによって機体から引き出され何か情報価値のあるものがないか探された後に簡単に埋葬された。見分の後チームはダッチハーバーに帰還しティースは機体が回収可能であることを報告した。翌7月12日ロバート・カームス注意式の回収チームが悪ンへ派遣された。チームは小賀を近くの丘にキリスト教式で埋葬し、 機体の回収作業を開始した。しかし、重機を使用することができず、運搬船が二つの怒りを失ったため重機を下ろすことができなかった。作業ははかどらなかった。7月15日、3回目の回収チームが派遣された。今度は、重機を使って機体を損傷させずに、ぬかるみから引き出し、近くの橋家に牽引することができた。機体は、ダッチハーバーへ運ばれ、 上向きに起こされ洗浄された、アクタンゼロは輸送戦線とミヘルに積み込まれ、シアトルへ向けて運ばれ、8月1日に到着した。そこから2船でサンディエゴ付近のノースアイランド海軍航空基地へ運ばれ、慎重に修理が行われた。この修理は大部分が垂直安定版、ラダー、翼端、フラップ及びキャノピーの整備だった。 主脚柱の切り離しは広範囲にわたる作業が必要とされた。住友生産羽根プロペラは化粧仕上げを施され、再利用された。日の丸のラウンデルはアメリカ軍のインシグニアに塗り替えられた。機体は自称土産物ハンターによる被害を阻止するため、24時間体制で憲兵の警備下に置かれた。機体は9月20日に再飛行可能となった。 1942年9月20日、エディ・アール・サンダース少佐は、アクタンゼロのテスト飛行を開始した。彼は10月15日までの間に24回のテストを行った。サンダースは、以下の所見を述べている。後のテスト飛行では、海軍支援施設アナコスティアの飛行テスト責任者、フレデリック・エム・トランペルが冷戦を飛ばし、サンダースが米軍機で同時に、 同一の軌道をして行われた。この後、メルビル、ブーギー、ホフマンが、さらに格闘戦のテストを実施した。海軍によるテストの後、冷戦は、海軍航空基地ノースランドから、海軍支援施設アナコスティアへ送られた。1944年、機体は、太平洋戦線へ向かうパイロットの練習機として、再びノースランドへ送られ、 グアムの戦いで冷戦52型が露覚され、後にこれも使用された。これらテストのデータ及びその結果は、インフォーメーショナルインテリジェンスサマリー59、テクニカルアビエーションインテリジェンスブリーフ3、タクティカルテクニカルトレンズ5、最初のテスト飛行の前に公表された、及びインフォーメーショナルインテリジェンスサマリー85で公表された。これらは、冷戦の能力を、 若干低く評価する傾向にある。一部で、露覚した冷戦からの情報が、グラマン海6階、ヘルキャット環状戦闘機の設計に利用されたと述べられることがあるが、海6階の設計、発注、及び試作機の初飛行は、悪ンゼロの発見前にすに行われており、海6階の量産第1号機の初飛行は1942年10月4日で、 アメリカ軍によるアクタンゼロの第1回テスト飛行のわずか2週間後である。冷戦のテストは、回6回の設計に影響を及ぼすことはなかったが、右ロール及び急降下時の欠点など冷戦の操縦特性に関する情報は提供され、それが F6 回の性能向上とともに、アメリカ軍パイロットが太平洋の戦況を変えるのに役立つと高い評価を得た。 アメリカ軍エスケネス・ウォルシュ及びアール・ロバート・ポーターは、特に、この情報から得られた戦術のおかげで命拾いしたと、表している。霊戦を発見したプビー・カタリナ隊の指揮官で後に、中将に昇進したジェームズ・サージェント・ラッセルは、小賀の霊戦には、極めて大きな歴史的意義があったと述べた。ウィリアム・レオナードもそれに賛同し、露覚したゼロは、宝物だった。 私の知る限りその必要性が非常に差し迫っている時にこれほど多くの秘密を解き明かした旅客兵器は他にないと述べいる。一部の歴史家はアクタンゼロが太平洋における空中戦に与えた影響の大きさについて異論を唱えている。例えば、ジョン・サッチが考案しアメリカ軍パイロットが対冷戦戦闘において大きな功を収めることになった戦術。 サッチウィーブは、真珠湾攻撃以前に、中国からの冷戦の性能レポートに基づいて、考え出されたものである。1945年2月、アクタンゼロは訓練中の事故で破壊された。冷戦は、離陸に向けたキシング中に、コントロールを失った、SB2C ヘルダイバーと激突し、SB2C のプロペラが冷戦を切り刻んだ。ウィリアム・レオナードは、 残骸からいくつかの軽基板を回収し、アメリカ海軍博物館に寄贈した。アラス海産博物館及び、スミソニアイ航空宇宙博物館にも、本機の破片が保存されている。1988年、アメリカ人作家チムリアデムを中心に、アラスカでコ賀の遺体の捜索が行われた。彼らはコ賀の埋葬地を探し出したが、そこに遺体はなかった。 リアデント日本の実業家川本ミノルが記録を調べ、1947年に小賀の遺体がアメリカの墓地登録サービスのチームによって発掘され、アリューシャン列島のさらに南にあるアダック島に埋葬されていたことを発見した。小賀の身元を知らなかったそのチームは彼の遺体を身元不明として記録した。アダック島の墓地は1953年に発掘され、 236の遺体は日本へ返還された。新道重義ら身元が確認されている13体以外の残りの223体の遺骸は千鳥ヶ淵戦没者墓園に再埋葬された。小川身元不明者の一人であったと思われる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。